サバカスコンブラデーは、鈴木目サバ木の貝分類群の一つ。名前に関されるサバの他にも、サワラ、カツオ、マグロなどを含む。構成種のほとんどが段階を回遊する大型肉食魚で、沿岸各地で食用として漁獲されている。日本ではサバ、カツオ、マグロが、食文化の根幹をなす重要な食用魚となっている。 制御の大きさは、全長数十センチメートルほどのサバ類から、全長3メートル、体重400キログラムを超えるクロマグロまで、種類によって異なる。体は、頭部と尾部がそれぞれ前後に細り、胴の中央が膨らむ、いわゆる、防水型や、流線型と呼ばれる体型である。鱗は、 ガストロを除くほとんどの種類において対価的で、胸びれや側線周辺など体の一部分だけしかないものもいる。おひれは大きな三日月型に発達するが、他のひれは大抵小さめで高速遊泳時にひれを畳むための溝が付随する。また、第二背びれと尻びれの後ろにはいくつかの勝利ひれが並び、おひれの付け根には小さな水平流気線がある。 総じて高い遊泳能力を持ち、孵化直後から死ぬまで海底にほとんど降りず泳ぎ続ける。遊泳時は、小柄、尾ひれを激しく左右に振って、強力な推進力を生み出し、胸びれと水平流気線が主翼と水平尾翼の役割をして、浮力を保つ。例えばカツオの遊泳速度は、通常時で時速 25km、速い時には時速 100km に達する。 これは、魚類でも、屈指の速度だが、急な方向転換や旋回などの小回りは効かない。サバカ魚類のほとんどは、口とエラタを開けたまま泳ぎ、自動的にエラを通り抜ける海水で呼吸する。この呼吸法は、魚類用語で、ラム乾水と呼ばれる。泳ぎが遅い時は、他の大部分の魚と同様に口とエラタを、パクパクと動かす二重ポンプ乾水に切り替えるが、 この状態が長く続くと、酸素欠乏、窒息に陥り死んでしまう。血液は、他の魚に比べて、赤血球が多く、筋肉に多くの酸素を送り込めるよう適応している。また、マグロ類は、筋肉内に肝を持ち、海水よりも高い体温を保って、運動能力の低下を抑える仕組みを発達させている。分類されている全種が海水魚である。 熱帯、温帯域の沿岸から外洋にかけての表層、中層に生息し、寄水域には稀に命入する程度である。単独で行動するものもいるが、多くは群れを作って行動する。食性は肉食性で、同じく海中を遊泳する魚類、甲殻類、糖塞類などの小動物を捕食する。大型のマグロは、サバやカツオも捕食する。また、小型のサバ類には、 動物プランクトンを露化接触する者も,もいる。受精卵は分離浮き卵で産卵後は親の保護もなく海中を漂いながら発生する。寿命は数年マイナス十数年程度である。ありがとうございます。